はいじゃあ今回はみんなに窒素同化っていうものを紹介していきたいなというふうに思いますじゃあまずは見てください窒素同化ってものはそもそも何かっていうとここに書いた通り N を含む生体成分を合成する過程全体を基本的に窒素同化っていうふうに言います でも実際生態系全体から見ていった時にその N まい、あ、ったら窒素っていうのはどういうふうに生物の中に入っていくのかっていうのをもう一回ちょっと確認してみると大気中から窒素固定生物によって窒素固定によってまずはそれがアンモニウムイオンになってくるとこのアンモニウムイオンが こういっった細菌にによって小酸イオンになりその硝酸イオンが土の中に溜まってくるとそれを植物が吸収したりあるいはこのアンモニウムイオンを直接吸収したりってことをして、まあ、例えば硝酸イオンが吸収された場合はこういった酵素によって植物の体の中にはこのアンモニウムイオンが結局のところをまあ作られるってことになるわけ。すそうするととこのアンンモニウムイオをを材料としてまあ N を含む生体成分、まあ アミノ酸だけではなく核酸だったり ATP とかだったりがまあ作られるわけなんだけれどもそういうふうにこういったものを使ってまあこういった N を含む生態成分を作る全体をもう一回言うけど窒素同化っていう,ふうにうで今回はその窒素同化の中でもここに黄色で書いた通りこのアンモニウムイオンからアミノ酸ができるってまでの,、ね、その合成過程っていうのをみんなに詳細にね説明していきたいなというふうに思います。 はい、じゃあアミノ酸ができるまでの過程っていうのをみんなに説明していきたいなというふうに思いますじゃあ見てください植物は根から直接アンモニウムイオンを吸収したりあるいは硝酸イオンを吸収した場合は還元酵素を作ってアンモニウムイオンを作ったりいずれにしてもアンモニウムイオンは植物の体の中に蓄積しましたっていうのをまずイメージしてほしいじゃあその蓄積したアンモニウムイオンをここに書いたってこんな感じです そうするとこのアンモニウムイオンは植物の細胞の中でどんな反応を減るかっていうと一気に出すよ一気にこんな感じです。はい、うん。そうするとねこのアンモニウムイオンはまず体内植物の細胞の中にあるグルタミン酸と結合することによってグルタミンになってくる。そうするとこのグルタミンっていうのはまた体に入っている細胞の中にあるケトグルタル酸と結合することによって 二つのグルタミン酸になる。そうすると、こっち側ではグルタミン酸とグルタミンがぐる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 回っている感じだけど。こっちらケトグルタル酸で新しく出たグルタミン酸が、再びケトグルタル酸に戻るよっていう過程で。アミノ基っていう官能基が実は作られてくる。うん、そうすると、このアミノ基っていう官能基は、まだアミノ酸ではないよね。じゃあ、ここからどういう風にアミノ酸になってくるかというと、はい、こんな感じですね。有機酸と。 結合することによってアミノ酸になってくる。そうすると、そもそもアミノ酸ってどんな構造だったかっていうと、確かカルボキシル基とアミノ基がこういうふうにくっついているのが全体としてアミノ酸だったと思うんでね。そうすると、今回のここで言った有機酸っていうのはどれかっていうと、このアミノ基を除いたここの部分が有機酸なんだ。つまり、これだけではアミノ酸ではないんだけど、ここの反応を経て出てきたアミノ基が。 この有機酸にドーンってこうくっつくことによって全体としてアミノ酸になっていったんだよってこんなイメージなんだよねただね有機酸とアミノ基があっていきなりくっつくってわけじゃなくてやっぱりここには化学反応があるわけだからそれを触媒する酵素っていうものもあるわけじゃあその酵素が何なのかというとそれがこれですねアミノ基転移酵素 アミノ基を有機酸に結合させるのを触媒させる酵素ね、そうするとこれでアミノ酸ができるわけだそうするとこのアミノ酸っていうのはこのあと翻訳に使われることによって翻訳によってそのアミノ酸はペプチド結合でどん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 連結されてくるってことが起きるんだよねそうするとアミノ酸が連結して立体構造を作るってことになってくると最終的には何になるかはいこんな感じ。 タンパク質にななっっててくるってこういうい感じなんだわかるよね,かるよねだからアミノ酸を使ってタンパクはできるっていうのをみんなは、ままあ、以前にも習ったことあると思うんだけどそのアミノ酸はじゃあどっから来るのかって話を今日はやったみたいなイメージなんだ。いいよ、ね、ですごく複雑なこうプロセスに見えるんだけどちょっとまとめてみるから簡単にまとめてみるからみんなはこれをちょっと頭の中に入れてください。じゃあままととめとしてははこれででです、はいね、アミノ酸ができるまでのプロセスは 植物の体の中細胞の中にあるアンモニウムイオンがこういったプロセスを経てアミノキとなりこのアミノキがアミノキ転移酵素の力を使って有機酸と結合させ,ることさせられることによってアミノ酸はできてくる。でこのアミノ酸を材料としてタンパク質ができてきてこのタンパク質が体のさまざまなところで機能することによって植物の体動物の体は全体として出来上がってくるんだ。 ね、全体としてイメージをしながらその詳細っていうものをしっかり覚えてほしいで一応このポイントの中には入ってないんだけどここ黄色にしたからみんな分かってほしいんでねこの物質意外に出,る出てくるので、まあ、ここはなんかするとかじゃなくてちゃんとこの物質も覚えるようにしてみてくださいはいじゃあアミノ酸ができるまでの内容を問題で確認していきたいなというふうに思いますじゃあ見てください 図はアミノ酸ができるまでの流れを表したものである次の問いに答えよう括弧1。図においてアンモニウムイオンは何という物質と結合するか答えなさいね。でこの反応を経最終的に括弧2ができるんだけどまあ結局この括弧1で開けたものが今回の答えになってくるわけ。そうすると 実はこれ何だったかなって覚えてないかもしれないけど実は今回はねすごい大サービスでもう答え書いてあるんだよね何かというとこっちに書いてあるだからみんなはねここのね反応ねグルタミン酸みたいな感じで覚えてもらうといいと思うんでこの2つ上にあるのは両方同じだから答えはグルタミン酸うんいいよねそうするとじゃあ括弧2枚いくよ図において 有機酸に付加される官能基を答えなさい。まあ、その官能基っていうのは、何とか何とか基って呼ばれるものだけど。この過程を経てできてくる、ここが何とか何とか基なんだ。うん、そうすると、ここで何ができたかというと、確か N. H. 2ーっていうのができたよね。それ何て言ったかというと、これは。網の木っていう風に言ったと思うんだ。 だからここでアミノキが作られるからこそ最終的にアミノ酸のま共通構造の一部アミノキがこうやってできてくるんだよってこんなイメージなんでね、うん、じゃあ3番目2がアミノキが有機酸に付加されるのを触媒する酵素名を答えなさい、ね、アミノキと有機酸が仮にここでできたとしてもほっといてやって結合するわけじゃないんだよねだからやっぱりそこの化学反応には酵素が必要で じゃあ、どんな酵素かというと、アミノ基をくっつけるんだよってところから、ちゃんと名前がついてるんだよ。だから、実際のここの酵素の名前は。アミノ基。転移。酵素。ね、だから、ここでできたアミノ基が、アミノ基転移酵素の力を使って、有機酸と結合させられることによって、アミノ酸になってくる。 ね、でもちろん今回は問題になってないんだけどこのアミノ酸がさらに翻訳に使われることによってタンパク質ができてくるんだよってところもしっかりね思い出すようにしてみてください。はいじゃあ窒素どうか特にアミノ酸ができるまでの過程っていうのをまとめていきたいなっていうふうに思います。じゃあ見てください、ね、まず植物の体内にアンンモニウムイオンが 溜まってくるとこのアンモニウムイオンは細胞内のグルタミン酸と結合してグルタミンになりこのグルタミンはケトグルタル酸と結合するとまたグルタミン酸になるっていう過程でこちら側グルタミン酸からケトグルタル酸に戻ってくるとアミノキができてくるってことがある。そうそうするとこのののアアミミノノいもは転移酵素の働きによって こちらでいう有機酸のところにアミノ基が結合させられるってことになるとカルルボキシル基、基アアミミノノを共通構造としてて持つアミノ酸が形成されてくる。そうするとこのアミノ酸っていうのは翻訳の過程を経てアミノ基がペプチド結合で連結させられていくとそれが立体構造を取ることによって最終的にタンパク質になってくる。 ね、で一応ポイントとしてその流れを簡単にここでまとめてみたんですけどやっぱりみんなに覚えてもらいたいところをちょっとポイント絞って言うとねここに黄色で描いたものをししっかり覚えてほしい、ね、ここの反応ちょっと複雑かもしれないんだけれどこのそれぞれの物質っていうのはもうすごくよく出てくるし何て言ってもここでできた網の木が このアミノギ転移酵素ってものによって最終的にアミノ酸になってくるんだだからもう一回言うけどここで黄色で書いたこの物質っていうものをしっかり覚えるようにして復習するようにしてみてください